こんにちは、伊藤です。今日は2024年の7月の11日になります。今日はちょっと雨ですけれども、少し暑さがマシですね。昨日、おとついに比べると。今日はこれからズームセミナーがあります。今日、明日と2日連続になりまして、今日は豪州ゆずやのサジさんという方に来ていただきまして、玄米パウダーとかね、玄米パウダーという玄米をの胚芽とか、その、中の部分ではなくて、外の部分をこう粉末にして、こだわったね、こう玄米の粉末があるんですけれども、これ僕自身も毎日摂取していますね。朝、プロテインとかを飲むときに一緒に混ぜて飲んでます。で、それと、あと、美魔女コーヒーというね、美魔女コーヒーという、そういうコーヒーがありまして、それがコラーゲンがたっぷり入っているというもので、今までもあったんですけれども、さらにコラーゲンの量を増やして、まあ、もっとお客さんがね、綺麗に、お肌が綺麗になりたいという要望があったそうで、そのためにコラーゲンの量をさらに増やして、で、コラーゲンだとあんまりこう、味が美味しくないみたいなんですよね。だからそれを消すために、炭を入れたというもの。だから炭とコラーゲンが入ってるってね、なかなかすごい。それ以外にもちょっといくつか入ってるんですけれども、そのカフェインレスのコーヒーっていうのがありまして、それをご紹介していただく予定です。で、僕も言ったんです。一度飲ませていただいて、サンプルを飲ませていただいたんですけれども、とてもね、濃厚な感じで、で、炭がかなり入っている。炭とコラーゲンが入っているということで、で、寝る前に飲んでも安眠効果が期待できるみたいな。カフェインが入っていないので、ほとんどね、ほぼ取り去っていますので、そういうので、サジさんという方、その玄米、いろんな、こう、玄米パウダーとか、アップルコーヒーとかね、いろいろ珍しいものを開発してくださっていますね。65歳くらいということなんですけど、まだまだ、すごい意欲のある方で、商品作りもいろいろと研究されてやっているっていう感じの方ですね。素晴らしいなというふうに感じております。で、明日はですね、ルテインというね、目の栄養がありますけれども、それについてと、あと、目を紫外線から、あるいはブルーライトとかね、そういったものから守るというもので、サングラスがありまして、それについてご紹介いただけるということですね。で、ルテインという栄養は目に必要なっていうことで、1年前かもうちょっと前にお話ししていただいたことがありまして、それから僕自身もね、ほぼ毎日ルテインについては取っていますね。やはり50を超えるとちょっと目の細かい字が見にくくなってきて、それをここ1年ぐらい前から感じていてですね、もう本当に細かい字が見えないというか読み取れなくなってきまして、で、そういうのもあって、ルテインっていうのを取り出してからですね、それがなんか抑えられて、ちょっと細かい字、前はちょっと見えないなっていうのが少しこう見えてきたりしていますので、なんとか維持できているんじゃないかなっていうのは思いますね。ですから、まあそういったものも含めてね、いろいろと、この2日間ご紹介していただきまして、あと、ズームセミナー3回、ぐらいは、2回か、まだ7月もありますので、ご案内していければというふうに思っています。ということでですね、今回は以上になります。ありがとうございます。